よく来たな坊や。もちろん今日は何の日か分かっているだろう。さあよこすがいい。おいおい、じらしてくれるなよ。坊やにしては意地が悪いな。は、その顔本当に冗談を言える人間じゃないよな、お前は。そうか、いや何でもない、柄にもなく期待なんてしてしまっただけさ。ん、なんだこの箱は。誕生日おめでとうだと私にサプライズを仕掛けるとは、いい度胸だな坊や。なかなかに楽しかったぞ。そうだな、もらうだけもらってさようならというのも味気がない。これから私とデートでもどうだ。血湧き肉を踊る体験をさせてやるぞ。遠慮するな。誕生日のクリスティーナさんは優しいぞ。何かあれば私をお呼びください。全身全霊で主様の要求にお答えいたします。